こんにちは。法人を作るととってもいいことがある、その例の一つをちょっと紹介しようと思います。もうね、封筒は捨てちゃったんですけども、ボールペンがサンプルで送られてきました。ここに社名が入ってます。このボールペンを送ってくださった会社とは何の縁もゆかりもありません。ただですね、やっぱりこういろんなオフィス用品を作ってる会社、販売する会社はいろんな会社があることを調べてね、そこの規模とか、それから事業、こういったものを調べて、多分この会社にはこういうものが必要なんじゃないかなってことを考えて、これどうですかっていうふうに進めてくれるんですよね。で、私も経営している会社の一つ、アイアジア貿易っていう会社があるんですけども、こちらの方にボールペンから始めてみませんかってことで社名入りのボールペンを送ってくださいました。1本多分ね、400円か500円のコストになると思うんですよ。で、これを量によるんですけども、1本あたり135円で作れますみたいな感じでね、1000本とか2000本の発注台帳も載ってました。なかなかね、ランプがついていいですよ。これ暗闇でも描けるみたいなね、これいいよくないですか。で、スマートフォンのタップもここでできるそうなんですよ。ここでね、だからあのアップルのペンシルってあるじゃないですか、あれと同じ機能があるんですよ。これはすごいですよね。これはあのこの私の会社にまああればすごくいいなってやつですよね、うん、こういったことがあります。もちろんね、これサンプルもらってこれを使って実際には商品買わないってことも全然ありえるし、それも織り込み済みで、まあ、挑戦して営業してくれてると思うんですよね。だからやっぱりね、自分が発信していることの一つに法人を作りましたよって言ったら官報に載るわけですから、でそういうこともメリットの一つとして、まあ、頭に入れておいていただければと思います。あの実際法人を作ることによるメリットって私はすごくあってですね、このアイアジア貿易っていうのはあの、まあ、もちろんね貿易の会社なんですけども、作った瞬間に今回の感染症騒動で事業はなかなか動いてないんですよ。まあでもね、持続化給付金ほかいろんな施策をいただいて未だに存続してるんですよね。でこういったサンプルとか企業案件もどんどん入ってくるってことで、まあ、なんかいいなと思ってるところですけどね、はい。まあ、皆さんもね、これからの時代例のねインボイス制度も始まりますし、インボイス制度っていうのはあのあれですよ、あの税金の関係なんですよ、消費税の関係なんですけどね、まあ、こういったのもありますしね、さまざま生きる方法とか収入のことを模索する中でお金の問題解決の一つとして、まあ、法人を作るってものがあるよってことをちょっと頭に入れておいていただければと思います。もちろんね、法人作ることによるメリットじゃない部分もありますので、そこはまあトレードオフの関係になりますけどね。今回はいきなり送られてきたボールペンについてちょっと話してみました。ありがとうございました。